はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は本日配信のイベントクエスト、白き歌姫にハベる曲、初見プレイに挑戦し、報酬も確認したいと思います。このクエストはイソネミクニアシュとガランゴルムの同時討伐クエストです。武器は火属性の連射弓でやってきました。装備詳細は概要欄に動画を置いておきます。ということで、まずはガランゴルムから。よいしょ、ファイヤー好き。ガランゴルムの玉肉質が腕が45、頭が35。属性に関しましては第一弱点が雷なんですが、腕に攻撃する分には火属性でもあまり変わらないのと、イソネミクニアシュに火が通るので火属性の弓を担いでやってきました。よいしょ、よし、なんとか回避。雪撃瓶に持ち帰るが送流。せっかくなのでイソネミクニアシュまで持っていきたいと思います。このクエストの名前なんですが、白き歌姫にハベる曲なんですよね。で、白き歌姫っていうのがイソネミクニアシュで、曲っていうのがガランゴルムを指しています。この曲っていうのが巨大な体という意味の感情が使われてるんですが、おそらくね、イソネミクニアシュが歌姫なので歌の曲とかけてるんじゃないかなと思います。おしゃれなクエスト名だと思いませんか。いやー、テンション上がる。よいしょ、サンブレイクから結構ね、クエストの名前の付け方の趣旨が過去作とは変わっているものも多くて、確認するのが楽しいんですよね。よいしょ、でも過去作のリスペクトみたいなクエストも結構あって、それもすごく楽しいです。はい、お、こっちも送流か、持っていきますか。イソネミクニアシュの玉肉質は頭と髪ひれが45で、火属性は髪ひれが25で、前足が20、頭が15です。なのでなるべく頭らへんを狙って攻撃していくのがいいかなと思います。イソネミクニアシュの回避感めちゃくちゃ強いですよね。個人の感想なんですが、一番強いんじゃないかなと思ってます。回避モンスターの中でイソネミクニアシュ強すぎ問題。OK、 それでは腕を攻撃していきます。ガランゴルムなんですけど、今は怒ってないのでどちらを攻撃してもいいんですが、怒り状態になると右腕が火属性に、左腕が水属性になるので、その場合この火属性弓で攻撃する場合は左腕を殴る必要性があるんですよね。なので私はガランゴルムの左側に位置しております。今まといました、まとったかな、戻ってます。お、移動した、もう弱った、早い、めちゃくちゃ早い。捕獲しちゃいまーす。しびれ罠、捕獲用麻酔玉、オッケー、補充しよう。よいしょ、はい、396、じゃあ1回分ぐらいですかね。ただ安全にダメージが稼げるのはかなりプラス。双竜王技、さらにダウン。はい、野強化からのどこ狙おう。よいしょ、いやー、頭にいいダメージ、1射撃あたり400近く出てますよこれ。はい、スタミナがなくなったので5連射までやって負傷にらみ撃ち、もう弱った早すぎる、お疲れ様です。ほぼ双竜のみで捕獲できちゃいました。いや、これめちゃくちゃ楽ですね。
最近怪異闘技をレベル100ばっかりしちゃってて、もっとねモンスターの体力が高いっていうイメージが勝手に染み込んじゃったんですけど、サクッと終わらせることができました。報酬は通常報酬かな。特に変わったものはなさそうな気はします。受け取る。5分36秒。新しいポーズセット、愉快なポーズが追加されました。じゃあ早速見たいと思います。愉快なポーズ、カメラポーズ、これ。おおおお、なるほど。イエーイ、ダブルピース。あ、これもかわいい、かわいいね。イエーイ、確かに愉快。あ、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。膝の角度が完璧。うわー、かわ。ん？あれ、2ポーズ。あ、2ポーズだ。かわいい。これは愉快。後ろから見た図。いや、これいいですね。私今気になってるところどこかわかりますか？そうです、ふんどし部分のこう、ひらっとなるときとひらっとならないときがあるんですよ、ふんどし部分が。わかるかな。ほら、今ひらっとなったでしょ。ひらっと、ほら、ひらっとなった。でもほら、ならない、あんまりぺちゃんってひらーってなるのとひらってなるところがあるので、これの違いをほら、今ひらーってなって、ほら、ひら、この違いが知りたい。ひらー、あ、なるほど、わかりました。これ高い位置からなるとひらーってなって、で移動が早すぎるとひらってなるんですね。なるほど。これをまた随所に使い分けてやっていきたいなと思います。ポーズって、ポーズ自体も可愛いですけど、こういうなんかちょっとした発見があるのが面白いなと個人的には思っております。来週のイベントクエストは結構難しいやつが来たりするんですかね。それともなんか新しいスタンプとかもらえちゃったりするんですかね。毎週木曜日が非常に楽しみでございます。ということで今回は以上です。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。